一等無人航空機操縦士資格を取ると決めてから日頃縁がない ATTI モードに慣れるため自宅、室内、浴場までできる練習を続けてきました。初期の頃は扇風機の風がない状態でもホバリングさせるのが難しかったけれど、練習を重ねて ATTI モードに慣れてくるに従って、これくらい機体が流される風の中でもなんとかコントロールできるようになってきました。とにかく慣れることが一番ですね。できなかったことができるようになると、練習もまた楽しくなってきます。今回は撮影していることもあってうまくできませんでした。でもビタビタとうまくできる時もあるんですよ。集中力の問題、操縦に集中できるよう体調管理も大切ですね。皆さんよく対面コントロールが苦手と言いますが、私はこのサイドコントロールがちょっと苦手です。ちょっとミスって機体が暴れ出すと抑えるのが大変になります。機体に紐がついていて流されるのを引っ張り戻しているような、そういった感覚がスティックに感じられるときはうまくコントロールができています。この室内練習はトータル8時間ほどになります。
この前ファントム3で屋外練習をしましたが、以前と明らかに違ってきているのを感じます。ATTI モードで飛行させると、通常飛行では機体自身の姿勢制御がいかにすごいかが実感できます。人間が飛ばしているのではなくて飛んでいただいている、そんな感じに思えます。離陸して約6分が経過、集中力が切れ始めてきました。鼻も痒くなってきたし、そろそろ着陸します。